カバ川に書かれた仏教写本。大英博物館所蔵ガンダーラ古仏教写本は、ガンダーラ語で書かれた1世紀から3世紀頃の仏教写本を指す。大部分は1990年代以降に、現在のアフガニスタンとパキスタンで発見された。現存する最古の仏教写本であり、また、大乗仏教の経典を含むこと、初期の簡訳仏典と共通性があることでも、 注目される。ガンダーラゴの仏典は19世紀末に中央アジアの宝坦付近で発見されたホック業によって知られていた。この経典の言語が初期観訳仏典の音訳語に近いことで注目されたが、長い間ホック業はガンダーラゴ仏典として唯一のものであった。1990年代にアフガニスタンから様々な仏典写本が流出し、 その中の最も古いものはガンダーラ語で記されていた。現在も研究が進められている。大部分が科学的な発掘によるものではないため、出土した場所や状況がはっきりしない問題がある。現在知られている物件には以下のようなものがある。1994年に大英博物館が入手した29点のカバ川の巻物に書かれたガンダーラ語物件。 川浅けに収められており、土器にもガンダーラ語が記されていた。1996年に公開され、大きな話題を呼んだ。ワシントン大学のリチャード・サロモンらによって調査が進められているが、西角行、ホック行の別の版、無熱の内化粧などを含む。サロモンは一世紀前半の放送部のものと考えている。正確な湿度地点は不明だが、 アフガニスタン東部のハッタ近辺と言われている。イギリスのロバートシニア像の仏典は、やはり、ハッタ近辺で見つかったものとされる。24の、カバ川の巻物からなり、土器に収められている点も大英博物館のものとよく、似ているが、少し新しく、西暦140年頃のものであるという。内容は多く、雑話言業に対応する。 バーミヤンで1990年代に発見された2世紀から7世紀頃までの物典がロンドンで売りに出され、その大部分がノルウェーのスコイエンコレクションに加えられた。その内媒用にガンダーラ語で書かれたものは238点あり、サンスクリットの影響が強い。C14 年代測定によると2世紀末から3世紀前半のものであり、ガンダーラ語写本の中では時代が新しい。 症状の大発熱反行などがあるが、この中に大乗仏典が含まれることが発見され、後に松田和信によって健康業の段階と同定された。松田によると、大乗仏典には他に週一歳福徳山埋行、菩薩造教及び未知の経典がある。バーミヤン出土の一部を平山以降が入手したもの、ガンダーラ語の培養段階27点を含む、 スコイエンコレクションと同じ羊を持つ。バーミヤン湿度の一部を富山の林寺岩尾州が入手したもの。17点のガンダーラ語段階を含む、スコイエンコレクションと同じ羊を持つ。パキスタン・アフガニスタンの国境地帯で発見されたカバ川の段階で、C14 年大測定によると一世紀後半のものだという。あったかばっか、ホック行、アバダーナ、 発千昇反にあげようなどを含む、ハリーフォークとカラシマ製紙が研究を行った。パキスタンの連邦直轄部族地域のバジョールカンクで発見されたカバ川に書かれた18種類の巻物。ペシャンワル大学のナシムハーンがドイツのベルリン自由大学と共同で研究を行っている。ワシントン大学が2002年に入手したカバ川写本の断片は1から2世紀のもので、 アビダルマの一部であるという。アメリカ議会図書館が2003年に入手したカバガワ社本の断片は、紀元前1世紀から1世紀のもので、年頭仏から歌唱仏に至る過去の十三仏、釈迦、弥勒菩薩に関するものである。冒頭と末尾を除く全体の80%が残っているという。デジタル画像が公開されている。ありがとうございます。